こんにちは、近藤ひろ子です。三浦綾子の書いた嵐吹く時も、この本すごく字が大きくて読みやすいです。私はこの中に出てくる慎太郎、男の子なんですが、この慎太郎が好きなんです。どんな風に好きだか読んでいただくと分かります。ぜひ読んでね。